前回のあらすじ、我が国の断地費要求を拒否したポーランドに宣戦布告。ポーランド軍はドイツの機甲師団に歯が立たず、各地で包囲され、ポーランド軍の死者数は60万を超えたが、我が軍は6万の損害で済んだ。ポーランドに大勝利した我々は、ピンスク条約によりポーランド全土がドイツに編入された。その後、イタリアが枢軸に加盟、枢軸は欧州における大陣営となった。その後、ドイツはオランダに宣戦布告。エイクスが参戦し第二次欧州戦争の火蓋が切られた。オランダはすぐに降伏したが、次に宣戦布告したベルギーはオランダに比べ突破が難しかった。しかし戦線の隙間を縫うようにフランス領内に侵攻。あっという間にパリが陥落しフランスは降伏した。その後、ベルギーが降伏、ルクセンブルクを制圧した。だが、フランスにて残存イギリス軍が抵抗。マジノ戦まで後退し必死の抵抗をしたが、最終的にはドイツ軍に殲滅した。その後、我が国に対しデンマークが宣戦布告。一時は北部の主要都市が陥落しそうになるが、軍の配備が間に合いコペンハーゲンまで進撃、デンマークは降伏した。残る主要国はイギリスのみ、英国本土に上陸し必ず勝利を掴み取るのだ。というわけでこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙です。前回の続きからだね、早速インドで反乱か。共産勢力が放置したか、これで講和会議で取れる領土は少なくなるが、英国本土戦で少し楽になるかもね。枢軸に入れたのか。うん、ファシストにするために政党支持工作をするよ。日本はまだ中国と戦っているな。山東半島に上陸できたみたいだけど厳しそうだね。国家方針、ウェーザー演習作戦、完了。ルクセンブルクとアルザス・ロレーヌの再統合、おすすめるよ。工業系の研究はほとんど終わっているね。機械系も順調だな。この時代のコンピュータはどれくらいの性能なのだろうか。マリサ、時は来た。これより、英国上陸作戦を開始する。今回の作戦は、エドワー、フォン、ボック君、君に頼むよ。私ですか。わかりました。では、作戦を説明してくれ。はい。まず我々は、イングランド南部のドーバーに上陸します。ドーバー海峡を渡ることができるのか、そもそも制海権は取れるのか。可能です。本当か、ああ。近年我が海軍は極秘裏に増強し、ロイヤルネイビーと渡り合っている。また、航空攻撃により、イギリス海軍は徐々に力を失っている。そうか。我々は現在ダンケルクに100師団ほどを集めています。まずは10師団でダンケルク港を出港し、海軍による艦砲射撃支援をしながらドーバーに上陸します。上陸したら補給を重視しながら送り込める数だけグレートブリテン島に送り込んで、速やかにロンドンを占領します。イギリス陸軍などドイツ陸軍の敵ではありません。制空権を確保し北上。前線を突破し隙間から入り込んでスコットランドまで進撃、エディンバラが陥落する頃にはイギリスは降伏し、第二次欧州戦争は幕を閉じるでしょう。そうか、わかった。この作戦を採用する。では諸君、健闘を祈る。では、我々はイギリスに上陸する。イギリスは多くて120師団か、なんとか勝てそうだな。1940年4月1日、我々はイギリス上陸作戦開始。ロイヤルネイビーを撃破した海軍は、ドーバーを砲撃。また、多くの爆撃機がドーバーを爆撃した。これによりドーバーは壊滅。イギリス空軍は力を失った。綿密に計画されたドーバー撃滅作戦によってイギリスの守備隊は壊滅し、4月5日、ドーバーにドイツ軍が上陸した。その後すぐに増援部隊が送られ、イギリス侵攻が開始した。上陸後、すぐに航空基地を奪取。さらにドイツ軍は無血でロンドンを陥落させた。イングランド南部にはほとんどイギリス軍がいないな。どうやら、王室は先に避難していたみたいだ。お、増援部隊が到着したな。補給切れが怖いので、大量に港を作るよ。すでに3つくらい港を確保しているな。まだだ、あと2つは欲しい。4つ目確保。補給状態良好。ではこのままグレートブリテン島中部の、バーミンガムやマンチェスターといった都市軍を陥落させるよ。1師団だけだが包囲できているな。殲滅します。まずい南部に戦線が張られてない。どうやらギリシャが降伏したようだ。連合国も終わりだね。ノルウェーに宣戦布告するよ。戦線がガラ空きだな。今だ、進め。そして上陸から2週間が経った時、イギリスは降伏した。翌日、講和会議、グラスゴー条約が締結された。ドイツはデンマーク、ベネルクス、フランス北部を割譲、イタリアはアドリア海沿岸を割譲、南フランスとイギリスは傀儡国となって存続した。アフリカは北部をイタリア、南部をドイツ領となり、カナダはドイツ領となった。メキシコが枢軸国へ参加か。アメリカ包囲網みたいだな。というわけで対ノルウェー戦やっていきます。あの時降伏しなかったのか。そうだよ。増援を送ったら結構押せています。そろそろ降伏だな。
1941年1月。ついにノルウェーが降伏。傀儡国にするよ。いやしかし、我々も大きい国家となったな。5年前まではラインラントに進駐することすらできなかったのにな。そうだな。日本が中国相手に苦戦しているので参戦するよ。復讐に上陸するんだな。中国攻める前にスウェーデンを攻めるよ。宣戦布告。北欧を平定するのか。まあ、そんな感じだね。包囲されましたが優勢なので問題ないですね。包囲された兵士かわいそう。まあ、仕方ないね。復讐への上陸成功しましたが、ここに増援を送るよりも北の日本領に送った方が良さそうですね。そうだな、長崎のドイツ軍に伝達しておくぜ。数日国のメキシコで内戦。増援を送る余裕ないので無視でいきます。メキシコ。スウェーデン戦線は順調。ストックホルムも目の前だ。ここは安心だな。しかしまだ包囲された師団生き残っていたのか。これは勲章ものだね。プロパガンダに利用しよう。デンマーク方面でも突破に成功したな。これでスウェーデンは終わりだね。そうだな、そろそろ降伏するんじゃないか。とか言っていたら降伏したね。講和会議では、併合したよ。縦に長くなったな、後で傀儡にしておくか。それはいいね。中国では増援が到着、攻勢をします。11師団も包囲できているな。殲滅しておくぜ。裏でやっていたクーデター工作が成功。ここで対中戦にソ連が参戦。一気に中国を降伏させるぞ。クーデターとソ連参戦によって、前線に穴が多くなっている。そこから浸透して電撃戦を行う。もう武漢も目の前だな。ここでスウェーデンの同盟国であったニュージーランドが降伏。9月には調査を攻撃。陥落し、前線に突出部を作ることに成功。そして復讐でも包囲に成功したよ。現在の様子だな。インドシナが奪われているね。なぜか中華民国がシーベイさんまなったり、皇帝軍閥になったりしているね。マジで何がしたいんだこいつら。知らね。日本軍との連携により多くの包囲が成功。その数は50を超えた。11月には全戦線が優勢になったよ。ソ連はウルムチに攻撃を開始。もう皇帝方面には敵がいないな。これはチャンスだ。戦車師団で突撃を敢行する。そんなこと言っていたらようやく中国が降伏。5年に及ぶ戦争は幕を閉じた。1937年、盧溝橋事件をきっかけに始まった日中戦争。初期は日本が優勢だったが次第に膠着。華北は激戦区となり民間人1000万人が死亡した。その後日本は上海に上陸。戦火は火中まで広がった。1940年にドイツ、翌年にソ連が中国に宣戦布告、次第に国防政府は追い詰められ、41年の年末に降伏した。戦後の講和会議はプバ共和国の首都クイズルで行われた。それは中国にとってあまりにも悲惨な条約だった。モンゴル、ウイグルはソ連領、内蒙古は蒙古、満州は満州国、華北は日本、華中はイタリア、華南及び内陸砂漠地帯はドイツ領となった。古代から近世まで世界の頂点に君臨していた獅子の姿はそこにはなかった。列強に分割されるという悪夢の道を歩んでいくこととなったのだ。大ドイツ第三帝国万歳。勝ててよかったな。日記敵国イギリス、フランスを粉砕し中国を倒したぞ。イエーイ。まずは落ち着け。まだクーデター側は交戦しているし先ほどの会議で残りのアジア諸国を全て枢軸に組み込むそうだ。なら、しばらくベルリンには帰れないな。じゃあ、クーデター側を潰すか。中継が陥落。発射。まあ安定の全土割譲を、しました。やっぱクーデター側は弱いね。で、チベットに宣戦布告。これもすぐに終わりそうだね。はい、降伏。あとパキスタンも敵国になっていました。ネパールに宣戦布告。何もできない小国かわいそう。ブータンも死んでもらおう。悲しいな。42年4月、連合国、チベット、パキスタン、が降伏。はい、併合。綺麗になったね。そして東京でオリンピック開催。戦争が終わったからか。次はシャムだな。いや、その前に攻めるところがあるよ。ポルトガルだー。もう攻めててくさ。タングステン欲しいからね。弱いね。スペインにあげました。アフリカ植民地はもらった。では最後にシャムを攻めます。すぐにこうなって降伏。ラトビアとも戦争になっているがソ連軍に任せるか。そうだね。デハベルリンで戦勝パレードを開くか。9月1日に英仏中家の勝利を祝って戦勝パレードがベルリンで開かれた。最新の兵器なども披露され大歓声となり、総統閣下もパレードを視察した。この光景はドイツ国内でテレビで生中継された。また、イタリア、日本の首相も視察し、その後数日国際交戦略会議が開かれた。
やあご苦労。先ほどのパレードは素晴らしかった。ありがとうございます。で、これからどうするんですか？大抽選などのおかげで米ソとも関係はいい方ですが。そうだな。今のうちに言っておくか。我々はソ連に侵攻する。次回、史上最大の戦争、ご視聴ありがとうございました。